こんにちは、岩井堂聖子です、今回は、ボイス声の配信とさせていただきます。よろしくお願いします。はい、最近の私はですね、映画祝日の、公開のキャンペーン中でございました。横浜映画祭のプレミア上映から始まって、富山での先行公開、そして東京での舞台挨拶ありがとうございました。来ていただいた方ありがとうございます。横浜のね、映画祭は本当になんか豪華な感じで終始なんかこうふわふわした感じでしたね。なんかすごく華やかで夢のような空間というか、はいみんなでなんか楽しめたので、祝日チームで楽しめたのですごく嬉しかったです。そして富山の先行公開では計4回かな、2日間にわたって舞台挨拶をさせていただきました。主演の中川聖奈ちゃんといろんなところに行って、取材、テレビや新聞、ラジオなどの取材も受けさせていただいて、また聖奈ちゃんとのね楽しい思い出が増えました。最初に聖奈ちゃんに会った時は井林監督のデビュー作でもある前作の幻の蛍という映画で、私は先生の役をさせてもらってるんですけど、そこでせいちゃんは主演の子のクラスメートの役で出ていて、実はね同じシーンがあるんですよ。なので今一度幻の蛍も見ていただけたらと思うんですけど、同じ場面があって、なんか初めて見た時こうパッと目を引くような感じがあって、すごく印象に残ってます。でもね、その時はせいちゃんはね身長が小さめの子だったんですよ。その印象があったので、久しぶりにせいちゃんに会って、その撮影の時もですけど、あれ身長伸びてると思って、でも2年前に撮影した時はまだ私の方が大きかったんですけど、久しぶりに今回の舞台挨拶とかで会った時のせいちゃんはね、もうとっくに私の身長を超していましたね。まだまだ伸びるんじゃないかと思います。でお友達も早速映画を見に行ってくれてとっても嬉しいです。嬉しい感想もいっぱいいただいてですね、なんだか今の時代に本当に必要とされている作品なのかなと思って、嬉しい気持ちとほっとした気持ちと、そういう前向きな気持ちでいます。これからまた上映館も増えていくと思うので、もしお近くでね上映されていて、あなんか気になるなっていう方はぜひご覧くださいという感じで、はい。そして20周年記念の T シャツ、お買い求めくださった皆様本当にありがとうございました。無事皆様のもとに全てお届けされたかなと思います。来てくれてるのかなどうなんだろう。これもね、私本当に YouTube で言ったじゃないですか、 T シャツ24時間だけ販売しますよみたいな。それも友達が見てくれて、なんと購入してくれたの、すごい嬉しかった。YouTube ね時々見てるよって言ってくれるお友達はいるんですけど、まさか24時間以内にサムネイルを見て中身も見てくれて、まさか T シャツを注文してくれるとはと思って、すっごく嬉しかったですね。はい、
そしてあの時お話ししていた売り上げの一部を寄付させていただきますって言ってたと思うんですけど、それも無事に猫の保護活動、野良猫ちゃんとかそういうお家のない猫ちゃんに、対して活動している団体さんに無事に支援というか、本当に微力でしたけどさせていただきました。はい、これはどこどこっていうのは特定の団体さんの名前は言わないんですけど、私と一緒に暮らしているフランソワも保護猫で、その直接の関わりはないんですけど、ちょっと以前そのフランソワのことでお世話になった団体さんがあって、そちらの方々の活動を普段から見ていて応援したいっていう気持ちがあったので、そちらの方に寄付させていただいて、あとは町とある町にも少し寄付させていただきましたというご報告でございます。私自身がまだまだその保護猫とかそういう活動とかに対してすごくいろんなこと分かってるかって言うと、全然本当にそんなことなくて、何かできることないかなって思っているくらいの感じなので、これからもそういう、もう少しずつでもそういう協力はしたいなっていう気持ちがあってですね、ジュエリーをやるっていうふうに言ったんですけど、引き続きその売り上げの一部は団体さんに寄付っていうような形は続けていきたいなって思っています。たくさんあるじゃないですか、そういうボランティア活動されてる団体さんとかね、そういうなんか複数箇所にできるようになったらいいなっていうふうに思いますね。という感じで、でジュエリーの方も今本当に準備中で、オリジナルって作るのにものすごく時間がかかるので、本当にゆっくりですけど進めていってはいます。ですのでご興味ある方は気にかけて見てください。で、私のオリジナルだけじゃなくって、セレクトしたものも取り扱いたいなって思ってるものがあって、それはまたセカンドラインとして今考えているので、そちらの方もお知らせをお待ちくださいというような感じです。そして最近ですね、ミッフィーを生み出したディック・ブルーナさんっていう方の本を見つけて、ちょっと手に取って見てみたら、すごくなんていうんですかね、今の私にものすごく響いたというか、こうパッと飛び込んできた言葉があったので、その本を買って繰り返し読んでいますっていう報告。それもまたインスタグラムとかに載せれたらいいなっていうふうに思っています。なんかそういうふとした私の心が動いた瞬間みたいなものも共有していきたいと思っています。最近本当に暑くなってきて、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年の夏も暑そうですね。今年はね、初めて日傘を買いたいと思っています。今まで日傘なしでやってきたんですけど、もう去年の夏に思いましたね、もう日傘ないとダメだって。もう溶けちゃう感じの暑さがまた今年もやってくるって思ったら、日傘早めに買おうって思って今探しています。なんかね、その横浜富山東京の舞台挨拶の時、横浜はもうこんな機会ないからと思って、
ビデオ撮ってたんですよ。なんか密着みたいなのやろっかなみたいな思って撮ってたんですけど、もう途中からそれどころじゃなくなって、もう全然余裕がなくなってカメラを回せなくてですね、ああ私は本当に不器用だなと思いましたね。だからなんか途切れ途切れの映像ならあったんですけど、これはどうやって編集してアップするんだと思って、ちょっと今回は声だけの配信にしました。そう、富山でも撮ってたんですけど、富山はよし横浜のリベンジだとか思って撮ってたんですけど、やっぱり全然できなかった。なんかショートとかでちょっとずつ出してもいいんですけど、なんか意味わからないかなと思って、悩んでいます。そうだから、あれなんかご自身で1日密着しますみたいな感じでずっと回してる方って本当に尊敬します。なんかね、忘れちゃうっていうわけではなくて、余裕がないですよね。全然心の余裕がなくて、そうだからとりあえず撮影して、であのテロップ、あの文字テキスト出してもう良かったかなと思って、とりあえず撮るっていうのも手でしたねと思いました。はい、なのでそうだから映像少しはあるんですけど、なかなか一つのビデオとして更新するのはちょっとどうなのかなって思って、はい、でも私はあの元気にしていますので皆さんも次の、あのビデオまでどうか元気にお過ごしくださいということで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。何か皆さんの中での最近の楽しかった出来事、嬉しかった出来事などなどございましたら、ぜひ教えてください。はい、いつもね温かいコメント、そしてインスタグラムの方でもあのダイレクトメッセージもありがとうございます。はい、引き続きよろしくお願いします。ということで、岩井戸聖子でした。さようなら。